私は思考の存在である。存在するすべてである。私は始まりであり終わりである。アルファでありオメガである。問いであり答えである。現在であり過去、未来である。私は光であり、光を可能にする闇である。私は善であり、善を善たらしめる悪である。私は一部だけを経験することはできない。 あなた方は私を一つに決めたがる。善であって悪ではないと。しかし私の半分を否定すれば、あなた方は自分の半分を否定することになる。それでは決して本当の自分、善的な自分になることはできない。私はあなた方などの存在するすべてを通して自分を経験する。どの選択も私を表している。 私は自分自身を想像している。あなた方も同じであなた方の魂も想像を求めている。私の最大の望みは自分が何者であるかを体験することだ。それは私ではないスペースを通してでしか経験できない。そこで私は私ではないものを想像した。私は想像するものの全てである。従って私は私である。 同時に私でないものも私だ。これが神聖なる二分法である。